ってわけで今日も元気に白黒チャンネルのお時間です。皆さんこんにちは、白黒チャンネルチューニーです。今日もご視聴ありがとうございます。12月31日ということで、今年も12月31日やってまいりました。1回限りのオールスター感謝ガチャです。イエーイ。星ロックキャラ一体確定。去年何出たんだっけ。イブちゃんでしたね。去年はイブちゃんだったんだ。すっとも言い難いが、なんか感じですけど。イブちゃんでございました。懐かしいですね。本当に去年から見てくださってる方も、今年からね、見始めてくださった方も、本当にありがとうございます。ということで、モンスターストライクモンスト、こちら締めといたしまして、10連やっていきたいと思います。結構オーブがいっぱいあるんですけれども、これは年始の新春ルシファーさんに全てを注ぎ込むつもりでございます。これ以上もしかしたら突っ込むかもしれない。もしよければね、年始のガチャもチェックしてみてください。ちょっと詳細見てきます。まあ出たら嬉しいなっていうところで言うと、まあハレックスも嬉しいですし、まあもちろんルシファーさんね。まあでも新春ルシファーさん引く気満々でルシファーさんここで引いちゃったらちょっとどうしよう、飛び上がろうかどうしようかみたいな感じなんですけど、あとはナイチンゲールキスキルリラさんはめっちゃ鉄板で欲しいですね。まあ、出てないキャラが出たら嬉しい。結構最近新イベントガチャを引いてなかったので、出てないキャラが出たらめっちゃ嬉しいです。じゃあいきますよ。マジで今年の私の運、この集大成いきます。いい、はい、ストライクショット。こないだ結構な紙引きしちゃったんですよね、クリスマスで。いきます。ストライクショット。言わんか、巻き戻らんか。いつもと同じ向きだったよね、この首の回転もね。おお、一発目星6。あ、新しい子だ。ごめん、ちょっと存じ上げない。おし、5だ。ちょうどことが星6がまだ待っている。まじやった。ラファエル出た。いや嬉しいよ。ラファエルの神化ですね。神化ラファエル来た。まあ、でもモンストの最高はまあかなりラファエル上位なんでちょっと嬉しいですね。対抗棒出ましたね。方針演技思い出しますけど、進化対抗棒アンチワップ状態上回復、なるほど、反射か。神化は良さそう。あ、アジンキラー M ですね。まあ、キラー系は結構使ってて楽しいのでいいんじゃないでしょうか。まあ、なんかどこで使えるよとか、使っててめっちゃ使えるよとかあればね、コメントとかいただければと思いますが、最初いろはちゃんヴィーナス使ってたなとかめっちゃ思い出しますね。去年はイブちゃん1体、しかも新キャラじゃなくて持ってるキャライブちゃん1体だったので、まあ、今年は2体ということで、まあ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 よしとしましょう。まあよしとしましょう。はい、というわけで皆さんは、こちらのね大晦日限定ガチャ引きましたでしょうか。どんなキャラ出たよとかあればね、ぜひぜひコメントいただけると嬉しいなと思います。いやーというわけでね、まあモンストの動画を見てくださってる方はね、今年これで動画が最後になるんじゃないかなと思いますが、今年も1年本当にありがとうございました。来年もですね、ぼちぼちやっていければと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。あんまりね、超絶爆絶とかクエストの動画が出せてなかったのでね、来年はクエストの動画もいっぱい出していこうかと思いますので、よろしくお願いします。はい、では今日も最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんいきます。せーの、白黒じゃんけん最初はにゃん、じゃんけんぽい、チョキです。なのでグーの人は来年もいいことあるかもよ。そしてこの動画少しでも楽しんでくださった方はいいねとかコメントとかよろしくお願いします。 Twitter は @白黒チャンネルでやってますので、そちらもぜひぜひよろしくお願いします。マルチの募集とかしてます。 YouTube チャンネル登録お済みでないという方はこちらのボタンをタップまたはクリックで登録できますので、よろしければぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画もこちらありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。それでは本当に最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。